2017年採用の企業ロゴゲッティリンクは、英仏海峡トンネルの管理や、同トンネルの運行列車である、ユーロトンネルシャトルの運営を行う企業。本社は、フランスパリに置かれている、ユーロネクストパリ上場企業。2017年11月、グループユーロトンネルより解消した、英仏海峡トンネルの旧来の運営会社である、イギリスのユーロチューネル PLC とフランスの、 ユーロチューネル SA は、ドーバー海峡を横断する、英仏海峡トンネルの管理と運営を行う、企業として、1986年8月13日に設立され、両者により、ユーロトンネルグループを形成した。しかし、トンネルの建設費は当初予想していたコストの6倍、近くに上り、開業当初の旅客数が予測の3分の1にとどまったため、 列車の通行量だけで利息の支払いに対処できず、2006年8月、フランスの裁判所で、同社は6ヶ月間の破産保護に置かれた。運営会社の事業継続と倒産回避のため、不採の防備期を承認され、28.4億イギリスポンドの融資をゴールドマンサックスなど大手の投資銀行から受けることとなり、2007年6月28日に、グループユーロトンネルとして、 株式交換、事業再生が実施され、2009年11月、債務償還を見越して、最大119、400万株の新普通株式を発行することを目標に、負債の削減と資本の増強が行われ、財務上の困難を克服した。2010年6月、イギリスの貨物鉄道会社ファースト GBRF を買収し、ギガバイトレイルフレイトの名称でリブランド化したが、 2016年11月、同事業をスウェーデンの投資ファンドイークと2売却した。2017年11月、企業名の頭文字を取り新たに英語風の社名、ゲッティリンクを採用した。2005年7月以降、ユーロネクストパリの株式公開企業となっている。ゴールドマンサックスは、ゲッティリンクの主要株主であり続けており、議決権ベースで約15%を保有している。なお、 トンネルを通過する高速旅客列車、ユーロスターの運営は、イギリスロンドンに本社を置くユーロスターインターナショナル、リミテッドが行っているが、同社は、フランス国鉄が、株式の過半数を出資する別会社であり、ゲッティリンクと組織上の関係はない。ユーロスターの通行量は、ゲッティリンクの収益源の一つとなっている。ゲッティリンクは、現在以下の事業を行っている。ありがとうございます。